レバンテ UD フェメニーノは、スペイン・バレンシア州バレンシア県ブニョールに、本拠地を置く女子サッカーチーム。1993年に、サンビセンテ CFF として創設され、1998年に、レバンテ UD の女子サッカー部門となった。2019から20シーズンはプリメーラ・ディビッシオン、フェメニーナに属している。シューダ・デポルティ・バデブニョールを、ホームスタジアムとしている。 1993年にサンビセンテ CFF として創設され、1996から97シーズンにはプリメーラディビシオン、フェメニーナで初優勝した。1997から98シーズンにはプリメーラディビシオンデニーとなった。1998年にレバンテ UD の女子サッカー部門となり、レバンテ UD、フェメニーノに改称した。 1999から2000シーズンには国内カップであるコパデラ・レーナで初優勝した。2000から01シーズンには解消後初めてプリメーラ・ディビシオンで優勝し2連覇したコパデラ・レーナとの2冠を達成した。2001から02シーズンには2シーズン連続で国内リーグと国内カップの2冠を達成した。同シーズンには UEFA 女子。 チャンピオンズリーグに初出場し、ベスト32という結果だった。2007から08シーズンには6年ぶりにプリメーラ、ディビシオンで優勝した。2006 0 7シーズンの国内リーグ戦。ありがとうございます。